どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA がプレーンポイント2倍キャンペーンをですね発表しましたので、おすすめのね SFC 修行ルートをですね解説ねしていきたいなっていうふうに思っております。ANA ね、プレーンポイント2倍キャンペーンがね来ておりまして、 SFC 修行だったりですね、 ANA のダイヤモンド防衛などですね、修行ね検討される方ねいらっしゃるかなというふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。でですね、今回紹介するルートに関しては日帰りで土日利用可能でですね、価格に関しては一応ね最低価格でね試算させていただいておりますので、価格についてはですねちょっとね前後してしまうかなというふうに思いますので、この点はですねご了承いただければなというふうに思っております。またですね、 ANA の今やってるね2倍のキャンペーンに関しては前回の動画でも言ったんですけども、今後ですね感染拡大等々があるとですねキャンペーン中止っていうのはですね事前にね記載されているというふうになりますので、この点はですねご了承いただきたいなというふうに思っております。でですね、路線に関しては羽田沖縄石垣島のルートですね。で、運賃種別はですねバリュートランジットっていうふうになっております。羽田からですね沖縄を経由して石垣島をですね一気に抑えるっていう感じですね。でですね、このバリュートランジットの運賃に関してなんですけども、搭乗のね2ヶ月前の1日からですね販売開始になるっていった形になっております。でですね、運賃種別は6っていう風になっておりまして、積算率は 75% でですね、搭乗ポイントが200ポイントですね加算されるっていう風になっております。搭乗ポイントのね200ポイントっていうのはですね結構ね大きくてですね、他のねスーパーバリュー運賃だとですねこの搭乗ポイント200ポイントっていうのはもらえないんですけども、このバリュートランジットっていうのはですね搭乗ポイントがね片道につき200ポイントねもらえるっていう風になってるんですよね。でですね、発売開始が2ヶ月前の1日からっていう風になっておりますんで、今行われているねプライムポイント2倍のキャンペーンはですね6月30日までっていう風になっているわけなんですけども、まだね6月分のチケットがですね販売開始前っていう風になっておりますんで、これからね予約されたい方もですね予約することができるっていった形になってるんですよね。でですね、このバリュートランジットっていうのは本来はですね変更不可っていう風になっているわけなんですけども、 ANA のですね安心変更キャンペーンっていうのはですね今ね行われているっていう風になっておりますので、価格だけで変更することが可能っていった形になってるんですよね。でですね、こちらの動画でも言ったんですけども、変更手数料はですね無料っていう風になっているわけなんですけども、キャンセルに関しては所定のね手数料がかかるっていう風になっておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風にに思っております。まあ個人的にはですね感染拡大等々があればですねキャンセルもね無料になるかなっていうふうに思うわけなんですけども、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。またですね、注意事項としてはですね、プレーンポイント2倍のキャンペーンが6月いっぱいまでっていう風になっておりますんで、台風とかがね来てしまって欠航とかになってしまったりですね、そういうリスクがねあるかなっていう風に思いますので、クレジットカードなどの付帯保険等々もですねぜひねチェックしといていただきたいなっていう風に思っております。個人的にはですね ANA ビザマスターのゴールドカード、もしくはですね JCB のゴールドカードですね、こちらを持っていればですねこの遅延保証とかもね受けられるっていう風になっておりますんで、もしね保有されている方はですねこちらで、ね、決済取得であったりですね保有しておくのをお勧めっていた形になっております。それでですね、今回バリュートランジットを使った羽田沖縄石垣島のですねプレーンポイントのね獲得数に関してなんですけども、羽田沖縄に関してはですね1676プレーンポイントがね貯まるっていう風になっておりまして、沖縄から石垣島までがですね570プレーンポイントがね貯まるっていう風になっております。こちら合計すると2246プレーンポイントがね貯まるっていう風になるわけなんですけども、今回のねプレーンポイント2倍のキャンペーンでこちら倍になるっていう風になりますんで、片道で4492プレーンポイントがね貯まるっていった形になっております。こちらね片道だけで4492プレーンポイントがね貯まるっていう風になりますんで、往復するとですね8984プレーンポイントがね貯まるっていう感じになります。1往復だけで8984プレーンポイントがね貯まるっていう風になっておりますんで、単純計算ですね5往復とちょっとすればですねプレーンポイントね5万ポイントね達成することができますので、 SFC 使用ね完了できるっていった形になってるんですよね。それでは次に価格についてなんですけども、ちょっと
とね、こんな感じで作らせていただきました。羽田から沖縄石垣島ですね、こちらを日帰りでね組んでおりまして、またね土日の最安値でね作らせていただいております。でですね、波数に関しては羽田からね函館路線をね入れさせていただいているっていう風になるわけなんですけども、こちらをね波数に関してはお好みでねカスタマイズしていただいてね OK っていう風になるわけなんですけども、一応ね羽田から函館のね往復をね入れさせていただいているっていった形になります。こちらね合計支払い金額が23,940円っていう風になりますんで、こちらねプレーンポイントの1単価にするとですね 4.57 円っていう風になっておりまして、この1プレーンポイントのね単価についてはですね、一般的にはですね10円以下でねあればいいっていう風に言われているわけなんですけども、まあ、今回ねこの作らせていただいた路線に関しては1プレーンポイントね 4.57 円ということで、かなりねいいのではないのかなっていう風に思っております。ですけどもこちら土日の日帰りでね作らせていただいておりますんで、本当にね完全な修行っていう感じですよね。もちろんですね今回土日利用の日帰り、またね価格重視で作らせていただいておりますんで、石垣島でね宿泊するしないとかですね、そういうねカスタマイズはですねお好みでねしていただければなっていうふうに思うわけなんですけども、こんな感じでね利用することもできるっていった形になります。まあ土日だけでね利用することができて、またね日帰りでね利用できるっていうのですね、週末しかねお休みがない方でもですね一応ねできることはできるかなっていうふうに思います。またね価格に関しては座席のね残数とかね、まあそういうのによってで値段ね変わっていくっていう風になりますんで、一応ね今回の出させていただいた金額についてはですね参考程度にね見ていただきたいなっていう風に思っております。でですね、羽田沖縄石垣島ですね、こちらを5往復ねさせていただいておりまして、プラスアルファでね羽田函館路線をつけて 54,64 プレーンポイントね達成できているわけなんですけども、このプラスアルファに関してはですね、どこでもねお好きなところをね入れていただいてねいいかなっていう風に思うわけなんですけども、羽田沖縄石垣島5往復ですね、こちらで5万プレーンポイントまで2100プレーンポイントぐらいね足りないっていう風になってるんですよね。でこの羽田函館間をですね入れさせていただいて、この5万プレーンポイントね達成してるわけなんですけども、プレーンポイントのね計算は慎重にねしていただきたいなっていう風に思っております。というのもですね、このプレーンポイントっていうのは飛行機にね乗らないと基本的にもらえないっていう風になっておりますんで、もしね1プレーンポイントでもね足りなかった場合ですね、もう一回ね飛行機乗らなきゃいけないっていう風になりますんで、そうなってくるとですね結構もったいないかなっていう風に思いますので、プレーンポイントの計算だけはですね慎重にねしていただきたいなっていう風に思っております。それでは次にですね、獲得できるプレミアムポイントに関してなんですけども、一応ねこんな感じでね表を作らせていただきました。でですね、2021年に関しては ANA の一般会員の方にもですね飛行機に搭乗すると3000プレミアムポイントを付与しますっていうのをもうすでにね発表しておりますので、一応ねこちらの3000ポイントを考慮した上でこの表をね作らせていただいておりますので、こちらもですねぜひね参考にしていただきたいなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA がねプレミアムポイント2倍キャンペーンをですね発表しましたので、おすすめのね SFC 修行ルートをですね解説ねさせていただいたわけなんですけども、私もですね2021年今現在ですねダイヤモンドステータスというふうになっておりまして、まあこちらもね延長対応で今ねダイヤモンドステータスなわけなんですけども、プレミアムポイントね2倍キャンペーンも来ましたし、私はねダイヤモンドっていうことで4万ポイントのね事前付与っていうのがありますんで、 ANA のねダイヤモンド仕様ねやろうかなっていうふうに思っております。私もね今回紹介させていただいたこのバリュートランジットのですね羽田沖縄石垣島路線ですね、ちょっとね利用していきたいなっていうふうに思っておりますので、2021年ですね SFC 修行もねもちろんそうなんですけども、ダイヤモンド修行等々もね検討されている方はですねぜひね参考にしていただけたらなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。